共産党から。はい、共産党から小池晃さんが来られてます。ちょっと一言いただこうと思います。小池さん、よろしくお願いします。0301辺野古埋めるな行動に参加している皆さん、こんばんは。共産党の小池晃です。今日は皆さん、いつも金曜日の今の時間は国会議員帰っちゃってるんだけど、10時過ぎから本会議あるから、みんな議員会館にいますよ。ここで声を上げればみんなに届きますよ。一緒に声を上げようじゃないですか。あれだけの県民投票の圧倒的な結果があるにもかかわらず、これを無視するのはもはや民主主義ではない。沖縄の人たちはもう殴らないでくれ、悲鳴を上げているんですよ。悲鳴を上げているのに真摯に耳を傾けると言ってまた殴ってるのが安倍政権じゃないですか。私は火曜日水曜日沖縄行ってきました。辺野古のゲート前に行ってきました。座り込んでる皆さんはこう言ってました。これ沖縄だけの問題じゃない、日本のどこでもこんなことがやられるんだというふうに本土の人に伝えてくれって言われました。土砂が投げ込まれているのは日本の民主主義です、日本の法治主義です。黙ってるわけにいかないじゃないですか。安倍政権は口を開けば普天間の危険性を除去するためには辺野古が必要だという。でも普天間基地を抱えている宜野湾の市民も辺野古移設反対の結果を出したじゃないですか。一番普天間基地で苦しんでいる宜野湾の市民も辺野古に基地作っちゃいけないと言ってんですよ。自分たちの苦しみを他の人たちに広げることは許さないと言ってるのが宜野湾の市民なんですよ。この声を安倍政権は聞くべきではないでしょうか。大体大浦湾の自然も声を上げ始めた。超軟弱地盤ですよ、90メートルですよ。そんな深いところに杭を打って砂杭を打ってサンドコンパクションパイルとか言って、そんな工事を日本ではやったことがない、世界でもやったことがない。辺野古というのはそもそも基地を作れる場所ではなかったということが明らかになったんじゃないでしょうか。民意も拒否をしている、自然も拒否をしている。こんな基地建設を絶対に許すわけにいかない。だから今日言うことはさっきもあったように2つしかないと思います。辺野古を埋めるな、そして阿弥陀を埋めろ。沖縄の民意を完全に踏みにじるようなそんな正義にはもはや正当性はありません。みんなで声を上げようじゃないですか、政権を倒そうじゃないですか。あとで元山人小学君がここにやってくると聞いてます。県民、皆さん、県民投票という国策に対して県民が直接物を言う素晴らしい運動をやって成功させたんですよ。今までの選挙では安倍政権は選挙で問われたのは基地だけではないなどと言って言い訳をしたけれども、今度の結果ばかりは無視することができないんじゃないでしょうか。これから衆議院であのデタラメな予算案が採決されようとしている。その後は参議院に来るでしょう。参議院では衆議院に続いて野党結束してこの問題徹底的に追及してまいります。参議院の予算委員会の野党の筆頭理事はあの森優子さんです。私、小池晃もいます。頑張ります。徹底的に安倍政権を追及して辺野古新基地建設を
ります。頑張りましょう。ありがとうございました。小池晃さんでした。ありがとうございました。